私が知ってきたその韓国料理もこう冷たい餃子だったりとか、あとはこうお餅にしてもエディブルフラワーで飾られていたりとか、知っている食材だけどちょっと表現とかが違っているのがなんかすごく発見が多いなっていうふうに思いましたし、皆さんでこうやって一緒に作るのもすごい楽しかったですし、実際この試食してみた時にすごく美味しくて、北朝鮮発祥の料理を作るのも初めてだったりとか、まあ、見るのも初めてで、であの愛の不時着っていうドラマをあの見てはいたんですけど、こういう、まあ、料理だったりとかそういう文化に触れるのは初めてだったので、すごいいい経験になりました。味も辛いのだけじゃなくて、またビールのソースまたあんな夏にぴったりなお料理があったりだとか、あとお料理の辛さも自分で調節しながら、そのように具材も季節に合わせていろんなものを食べていくっていうことを学んだので、ぜひうちでも食べてみてと。ピョンソンです。初めて韓国料理でこのピョンソンを食べたんですけど、日本でいう水餃子っていう感じなんですけど、辛いのが苦手な人でもこのピョンソンだったら食べやすいなと。であとは、ね、中にキムチも入ってますし、日本の餃子でキュウリを入れるってあまりないんですけど、それがまた新鮮で食べやすくて美味しいなと思います。ごま七夕祭りではございませんが、本日はですね、北朝鮮と韓国の料理が出会う意義深い日として主催することができて、非常に嬉しく思います。蓋を開けてみたら、結局は今まで今現在食べているものが本来は北のもの、北朝鮮の方の料理であったというものが韓国の人が今食べているっていうことを見ると、やっぱり一つだな、韓半島は一つの国だということが改めて分かることができました。